かけ？うん。きっかけはね、あの、柳井さんの息子さんが、なんか、ご連絡が来て、入り口がね、さすがなのよ。鍵屋だ？僕のタイの友人の女性なんですけれど、もうその本、僕はその本を書いたんですけどね、全部読み込んで。これで面白いですね、あの本は。あの、ジブリでね、いろんなこと、ジブリとユニクロを組んでいろんなことやりませんかっていうね、正面切っての言い方じゃなかった。そうなんですか。貝原さんでなんかできると面白いですね。ってこれですよ。すっかり騙されちゃって。来て。あの、貝原でね、何かできるといいんですねと、その柳井さんに言われたけれど、とは言っても、そんな簡単じゃないし、難しいだろうなと思ってたら、本当に一生懸命頑張ってくれて、それで、まあ、気がついたら、トントン拍子に、っていうことになったんだよね。タイの思い出といえば、なんて言うんだろう、カンヤダのふるさと、パクトンチャイ。やっぱり、あそこに尽きるよね。行ってみて、カルチャーショックを受けたよね。あのカルチャーショックは何でしょう。もう行ってね、なんか自分の体がね、なんか変わっていくんだよね。そのパクドンチャイっていうとこ行ってみたら。で、それはね、なんて言うんだろう。一種、抽象的に言うなら時間が止まってる。ほんで、それになんか感動を覚えた。ほんで、それがきっかけとなって、その後、何回も足を運ぶことになる。まあ、未だにね、こうやってコロナになっちゃったから行けれないんだけれど、未だに何回も行ってみたいですよね。ここのマンションってね、まあ、レンガ屋のあるマンションなんだけど、なんて言うんだろう。あの、エレベーターが一機しかなくて。なんかいろんね、同じ人に何回も会うみたいなことあるんだよね。そうすると、いろんな人とね、親しくなってくるんだけれど、まあ、彼女の場合は、まあ、なんか、ちょっとね、いろんな人と比較しても、なんて言うんだろう、強烈なある印象を残す子で、ある時から写真をね、自分が撮った、送ってくれるようになったんだよね。で、その写真がね、上手だったんですよ。そしたら彼女のね、写真の目線ってすごい面白いのはね、子供の目線なんですよね。だから、俯瞰して物を見ない。なんか自分が寄ってって、ね、具体的に見るんだよね。それって、子供がやる物の見方と非常に似てて。まあ、子供とお父さんお母さんが、ね、一緒に着れば、ね、いわゆる、なんていうの？ペアルックなんだね。大人と子供の。この写真がね、まさに貝原だ。とにかくこれいわゆる猫バスなんだけれど、猫バス撮るのに、こんな近くで撮ってるんですよね。これはね、子供でなきゃ見ない。これは僕が宮崎駿の真似をして描きました。色がつくとね、立体感出ていいんじゃないかな。さつきのセリフかな？間違ってないよね。夢だけど夢じゃなかったっつって。これちょっとハイブローですね。これ映画見てないとわかんないよね。行ったことがある人、行ったことがない人にとってね、パクトンチャイっていうところの夢のね、旅みたいな感じなのよ。それやるといいですよ。だから冒頭はいきなりね、開くとね、そこは僕も見たんだけど、波が押し寄せてくるんだよね。これがいい写真なんですよ。改めてね、タイにいいとこあるよ、パクトンチャイっていう。多分それが見どころっていう気が僕はしてます。で、実はね、まあ、僕らの一番最新作で、アーヤと魔女っていうね、映画があるんですけれど、これってね、実を言うと、アニメーターはアジアの人中心だったんですよ。これで中心になったのがマレーシアの人。それで彼がやるってことになったら、いろんな人が集まってきて、その中にインドネシアの人もいたし、ね、それからシンガポールの人もいた。まあ、これからはそういう時代になるんでしょうね。もうぜひ皆さん一緒に見てください。